今朝8時半、通勤ラッシュの最中、平日にもかかわらず列を作っている人たちが。長野県から来ました。SNS で話題になってたので、ツイッターでなんかバズってるのを見て2、3万いいねぐらいだった気がするんですけど、今月から切手名古屋にオープンした12種類のオリジナルブレンドティーが楽しめるカフェ。すごく綺麗ですよね。今日はアジサイとか好きなミルクとかすごい口の中で広がって、いいです。ドリンクも可愛いし、お店もなんか雰囲気も可愛くて、カフェのコンセプトはきらめく魔法の空間。開店と同時に満席、さらに1時間経っても行列は絶えません。一体なぜこんなに人気なのでしょうか。安いモーニングがあるっていうのを聞いて、値段めっちゃ安いと思います。なんか名古屋にもこういうとこあるんだと思ってびっくりして。実はここのモーニング食べ放題です。どうしてもおしゃれだし、紅茶もすごい美味しいし、こっちのフードも美味しいので、これで600くらいで朝から見られるっていうのはすごくお得かなと思います。そうなんです、なんとこちらのモーニング、ドリンク一つ注文すると、これらパンなどが全部食べ放題になるんです。さらに、驚きはこれだけじゃありません。カフェにはないはずの意外なものがあるんです。村瀬さん、一体何だと思いますか？これですか？ほら、なんかチョコレートがダーッと滝のように流れてて、ちょっとこうパッてやったらこうチョコレートがこうつけて食べることができる。食べ物じゃないんですよ。すみません。ウェディングドレスのコンセプトにしたカフェになっておりまして、そう、なんと店内にはウェディングドレスが展示してます。さらにカフェの隣にはウェディングドレスを着て撮影ができるブースもあるんです。このお店をプロデュースしているのはウェディングの情報メディア。結婚式したくてもできないみたいな方がやっぱり増えてきていて、やってみてほしいなっていう思いがあって、今回いろんな方に発信できるようにカフェの運営を始めました。コロナなどを理由に結婚式をする人が減少している今、カフェという空間でウェディングフォトサービスを行い、結婚式の魅力を伝えています。気軽に来てほしいという思いから安さにはこだわっているそうです。およそ1年前、鎌倉に1店舗目をオープンし、2店舗目はここ名古屋に決めました。光栄です。名古屋結婚式の文化が熱いみたいなところがすごくあって、結婚式が盛り上がってる名古屋で、ウェディングのコンセプトとしたカフェを始めたらできたらなっていうふうに思いました。確かにそうですよね。名古屋には昔から派手な結婚式をする人が多いことから、この土地に出店を決めたといいます。これは貸し巻きですね。私たちのカフェを通して結婚式だったりとか、あとはウェディングドレスの魅力に少しでも触れていただけたら、すごく私たちは嬉しいです。記念の写真だけ撮る方も、ね、多いと思うんですけど、より手軽に着られる、お試しっていう要素もあって、これで美味しいフードがこう食べ放題でいける、はい、いいサービスですよね、これ。15分追加料金を支払うと取り放題でして、はい、でしかも着るのは手伝ってくれて、ドレスは何着か用意があるので、ここで前撮りするっていう方もいらっしゃるそうです。なるほど、新しい名所になりそうです、ドレシーカフェ。